はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院福岡副院長の松尾直樹です。今日もですね、腰痛を治していくためのヒントアイデアをお届けできればと思います。はい、今日なんですけども、今日はですね、長時間立ってたりとか仕事してると腰が痛くなってきて、あるいは長時間運動とかね、スポーツとかやってると腰が痛くなってくる、それに対して病院とか整骨院整体とかに行って筋肉とか関節の治療をするんだけすると、その時はね楽になるんだけども、また同じように動きをしてると腰が痛くなってくるっていう風に繰り返してしまう腰痛ね、それに対して改善していく腸のセルフケアをお伝えできればと思います。腸ってあなたはきっと思った部分もあるかなと思うんですけど、腸っていうのは内臓の腸ですよね。それと腰痛っていうのはめちゃくちゃ関係が深いです。はい、でじゃあその理由をねちょっと説明していこうと思うんですけども、まずあなたにね大前提で知っておいてほしいのが、内臓と筋肉っていうのはお互いがお互いの影響っていうのを受け合ってます。はい、膜によってつながってたりとかするんですよね。はい、ってなった時に腸っていうのはね、どんな筋肉とつながってるのかっていうと、大腿四頭筋って言われる、太もものねこの前側の筋肉だったりとか、あるいはですね骨盤の横にある大腿筋膜腸筋って言われる筋肉だったりとか、あとはお腹周りから腰の方に行っている腹斜筋って言われる筋肉とこの腸っていうのはつながってたりとかします。はい、じゃあねそれらの筋肉が硬くなってきてしまうと体にどういう変化が起きるのかっていうと、反り腰っていうのを生んでしまうんですよね。反り腰では反り腰になってくるとどうなるかっていうと、腰痛が起きやすいような状態になってきます。そう、それに対してあなたはねきっとね病院とか整体とか治療院とかで太ももの前だったりとか骨盤の横だったりとかお腹の筋肉をね柔らかくしてもらってると思うんですよ。今回ねしっかり知っといてほしいのが、あなたのそのね筋肉っていうのが動きによってだったりとか仕事で硬くなったわけではなくて、腸が原因でそれらの筋肉が硬くなってしまっているのであれば、腸自体をねちゃんとケアしてあげないと、その筋肉をいくらねほぐしたりとかしてもまた硬さが戻ってきてしまって腰痛が起きるってことが起きてきます。なのであなたがね長時間立ってたりとか仕事をしてたりとか運動をねしてると腰が痛くなってくる、その症状あるじゃないですか。それが腸から来てるのであれば、腸をセルフケアあるいは治療することによって反り腰を作ってきてしまう太ももの前だったりとか骨盤の横、そしてお腹の筋肉っていうのが柔らかくなることによって腰痛が改善してくる可能性っていうのが非常に高いですので、ぜひね今からお伝えする内容っていうのを一緒にやっていただければと思うんですけども、今日の内容っていうのがね合う方っていうのはストレスを受けやすい、はい、腸とねストレスってめちゃくちゃ関係があって、ストレスをずっと受け続けてると腸に負担がかかってきてしまうっていうのがまず一つあったりとかします。で二つ目がですね、腸に何かしらのトラブルがあったことがある人、例えば盲腸だったりとかですね、潰瘍性大腸炎かなだったりとか過敏性だったりとか腸炎だったりとかあるじゃないですか、っていう感じで何かしら腸にトラブルがあったことがある方、あとはお酒をよく飲んだりとか暴飲暴食だったりとかっていうこのその食生活がね荒れてる方、あとは男性でいうと前立腺に何かしら問題があったりとか、女性だったら帝王切開でお腹を切ったことがあるとか、子宮自体に内膜症だったりとか筋腫とかがあると腸由来のそういう症状が出てる可能性が高いですので、ぜひね一緒に今からやっていきましょう。ではですね、早速セルフケアっていうのをやっていこうと思うんですけども、今からねお伝えしていくセルフケアっていうのがちゃんと効果があったかなっていうね検査っていうのをしていくために、まずね自分の中腰が痛い動きとかがもしあればそれをやってみてください。はい、あとはねこうお腹の硬さですね、自分のお腹の硬さをなんとなくでいいのでちょっとチェックしておいてください。はい、よろしいでしょうか。じゃあねやっていこうと思うんですけど、まずはですねツボっていうのを使っていきます。ツボですね。でその後腸自体をちょっとね動かしていく、この2つをやっていこうと思います。はい、1つ目のねツボっていうところ、これツボだけでも3つやっていきたいなっていうふうに思うんですけど、1つ目はですね自分の手のひらを出してあげてください。はい、手のひらですね、そこのここありますよね、生命線の延長所というかここあるじゃないですか、こっからこの生命線に沿ってねこうなぞっていくこと、親指でグッと押し込みながらなぞっていくことっていうのをまずやっていきます。ここにはですね消化器系のねこうツボっていうのがこう集まってるような形になってますので、これをねちょっと刺激していくってことをやっていくんですけども、まずやり方としてお伝えしたいのが、これ両方ともやっていきますよ。反対側の手でこの生命線の終わりのところを自分でまずグッと押します。はい、そしたらこの人差し指に向かって
こういうふうになぞっていきます。ちょっとね、痛いかな、どうかなぐらいの強さ、ちょっとしっかりめに押していただきたいなというふうに思うんですけども、これをね、ビュンってやるんではなくて、じわーっとしっかりですね、じわーっとしっかりゆっくり押していくような形になっていきます。まあ、これをね、10回ぐらいね、試してまずいただきたいなというふうに思います。はい、ではね、やっていきますよ。せーの、1、はい、2、はい、3、はい、4、はい、5、はい、6、はい、7、はい、8、はい、9、はい、10、はい、 OK です。次反対側ですね。同じように生命線の終わりを親指でグッと押して、人差し指に向かって10回やっていきます。せーの、はい、OK です。あ、言うの忘れてたんですけど、別に座ってやってもらって全然いいので、はい。じゃあ次、二つ目ですね。二つ目は、爪を使っていきます。爪ですね。はい。で、爪って言っても、親指側あるじゃないですか。親指側の人差し指のね、この部分。はい。ここをね、刺激していこうというふうに思うんですけども、まあ、ここをね、反対の手で、まあ、こういう感じで、こういうふうに持ってあげてください。はい。こっちの方がいいな。こうがいいですね。親指側の人差し指のここの爪のとこですね。ここをクッと挟むような感じ。はい。で、挟んでいただいたら、ここをね、クリ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 と、こう回すような感じ。クリクリクリと回すような感じですね。これを、まあ、10秒ぐらい、まずやっていきます。では、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6、自分でやるときは下でやってもらっていいので、8、9、10、はい、1回休みます。はい、じゃあもう1回いきますね。親指側の人差し指のこの部分ですねをクッて挟んでもらって、10秒間クリクリやっていきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、 OK です。まあ、大体ですけど、これに関しては、まあ、5回ぐらい本来はやっていただければと思うんですけど、まあ、今回とりあえず2回で終わりますね。はい、次反対側ですね。同じところ、親指側の人差し指のこの爪のちょっとぼやけるね、ごめんなさい、この部分ですね、ここをクリクリしていきますよ。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、1回じゃあ休みます。はい、じゃあもう一回いきますね。ここをクッとしっかり持ってもらっていきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、 OK です。そしたら次はですね、3つ目、まあ合谷っていうね、ツボをやっていこうと思うんですけど、合谷ってどこにあるのかっていうとですね、この親指の骨あるじゃないですか。親指の骨と人差し指の骨あるじゃないですか。これがね、合流するところ、ちょうどこのへこみですね、親指と人差し指が合流するこのへこみの指1本ぐらい人差し指側ですね、ここに合谷っていう、まあ、ツボがあったりとかします。はい、ここをね、自分のこの親指あるじゃないですか、反対の親指でしっかりとグッとグッと真下にね、ちょっとこう、なんて言うんだろう、ツーンというかズーンというか、なんか嫌な響くような痛みが多分ね、こうグッと押すとあると思います。その感覚が得られたら正解ですので、そのままね、10秒間押し込みながら深呼吸っていうのをやっていきますね。はい、親指と人差し指のこの真ん中のへこみの指1本、人差し指側ですね、はい、そこを反対の親指でグッと押していただいて深呼吸をやっていきましょう。ではいきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
11でもう10秒超えちゃいましたね。はい、もう一回休んでもらって、もう一回いきますよ。はい、親指ですね、ここの部分をもう一回いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、次そしたら反対ですね。反対、ここも親指と人差し指のちょのへこみの人差し指側ですね、をグッと押し込んでいただいて10秒間やっていきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、1回休みます。これもちなみに5回ぐらいやっていただけたらなと思いますので、はい、じゃあもう1回いきますよ。いきます、ここですね。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。まずですね、この3つのツボっていうのをさせてもらいました。で、次は腸自体をね、自分で動かしていくことっていうのをやっていきます。はい、ではね、腸をね、動かしていく前にまずどこをやっていくかだけの確認をまず最初にやっていきますね。で、右側左側あるんですけど、それぞれちょっと場所が若干異なります。で、まず右側に関してなんですけど、自分の腰骨見つけてください。はい、腰骨ですね、あると思うんですけど、ここからですね、指2本分内側ですね、おへそ寄り、指2本分、おへそ寄りのところ、このポイントを、動かしていくことっていうのをやっていきます。はい、で、次左側なんですけど、左側は S 状結腸ってところをやっていきます。まずおへそを見つけていただいて、おへそからだいたい指ですね4本分ぐらい左側ですねに行っていただきます。で、そこからこの腰骨、左の腰骨あるじゃないですか、そこの高さまでちょっと下がってきてください。はい、ここですね、この部分に S 状結腸っていうのがありますので、この部分っていうのを使っていきます。左はここで、右側は腰骨から2本分内側のここ、ここをやっていきますので、仰向けになってください。はい、そしたらね、右側からやっていこうと思うんですけど、まず腰骨ですね、腰骨から指2本分内側、そこに対して指をね、まず真下に沈めていきます。ズブズブズブという感じで下に沈めてもらって、で、沈めたらですね、沈み切ったらおへそ側ですね、おへそ側にちょっと手をね、こうクッと返してください。こっちに返したらこっちですね、こういう感じ、だからこうなるような感じですね、こういう感じ。はい、指2本内側に入ったところを奥までしっかり沈めれたら、内側にクッとおへそに向かって動かします。で、その状態で固定します。で、固定していただいたら、ここからね、膝を、両膝ですね、両膝をこういう風に揺らしていきます。こんな感じ、こんな感じで。で、この時に意識してほしいのが、こういう風に倒れるじゃないですか、足が倒れた時にこの手がね、しっかり固定できてないと、ただ骨盤を倒してるだけになってきてしまいますので、しっかりと手はこっち側への力をクッと引っ掛けた状態で、それに負けないようにこういう風に倒してくる。はい、ここで力を拮抗させるっていうイメージですね。はい、これをね、10回やっていきます。こんな感じで、はい、いきますよ。両腰骨の指2本内側のところを両手で下にクッと入れていただいて、内側、おへそ側にクッと指を引っ掛けます。ここで固定したまま両膝を倒していきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。次反対ですね。はい、左側はおへそから指4本分ぐらい外側ですね、そこからこの骨盤の高さまで下がってきたここですね。で、 S 状結腸っていうのは斜めにね、こういう感じで来るので、斜めにこう引っ掛けてあげてください。両手でおへそ側に向かってクッと引っ掛けるようなイメージですね。真下かつお膝じゃなかったおへそ側にクッと引っ掛けた状態、この状態でさっきと同じ要領で10回倒していきます。ではいきますよ。せーの、1、左側の場合は左に倒してくださいね。はい、もう一回いきます。せーの、1、
2、これも負けないようにしっかり、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、OK です。はい、そしたらですね、起き上がってみて、さっきあなたが痛かった動作ですね、前屈とか後屈とか、痛かった動きいろいろあると思うのでそれチェックしてみてください。特に後屈とかはね、これ、痛み減りやすいかなというふうに思います。はい、あとはね、最初にお腹チェックしたと思うんで、お腹の柔らかさもチェックしてみてください。はい、そうするとね、ちょっと結構柔らかくなってる感じしませんか？はい、はい、なので今日の話をまとめていくと、まあ、長時間ね、立ってたりとか運動したりとかして、筋肉だったり関節の治療だったりとかセルフケアをするけどもなかなか良くならない、そういったのは腸から来てる場合っていうのがあります。はい、なので今みたいに腸をセルフケアしてあげると、反り腰を作ってしまう筋肉が柔らかくなって、その結果腰痛が改善するっていうケースがあったりとかしますので、ぜひですね、効果があった方っていうのはこのまま続けていただければと思います。はい、そしたらですね、次回についてなんですけども、今日やった内容あるじゃないですか。それをね、もっと効果を高めるために肝臓っていうのがね、ものすごく重要になってきますので、次回は肝臓のセルフケアっていうのをお伝えできればと思います。はい、なのでチャンネル登録してない方はぜひお見逃しないようにチャンネル登録をお願いします。あとはですね、今日の内容ためになったなと思った方はですね、ぜひいいねボタンよろしくお願いします。あとはですね、効果あったよとかですね、これはあんまり効果なかったですだったりとか、こういったことも聞きたいですとかコメントがあればですね、コメントの方もどしどししてください。はい、そしたら今日はこれで終わります。また次回の動画でお会いしましょう。